い買ったな。欲しかったものゲットできたし、お姉ちゃんとコーディネートできてもう大満足だよ。私も楽しかった。ショップを回って渋谷のトレンドも大体分かったし、みずきの友達にも会えたしね。しほちゃんたちと一緒にプレゼント選ぶのすっごく楽しかったよね。次はもっとゆっくり買い物とかしたいな。二人におすすめのショップあるし、今度誘ってみよっと。もうなんか嬉しいな。え？何が？言ってなかったけど、実はね、私、みずきの元気な顔が見たくて帰ってきたんだ。ほら、前に向こうで作った服を送った時、お返しにってたくさん写真を送ってくれたでしょ。あの写真に写ってるみずき、すごく楽しそうだったから。お、そういえば、ちゃんと今を楽しめてるよって伝えたくていろいろ送ったな。ピクニック行った時のとか、体育祭で応援団やった時のとか、昔の僕じゃ考えられないくらいちゃんと笑えてるやつ。それ見たら瑞希に会いたくなってきちゃって帰ってくることにしたんだ。だから今日は楽しそうな瑞希をいっぱい見れてすっごく嬉しい。お姉ちゃんありがとう。そういえば、前に話してくれたサークルの子たちとはどうしてるの？写真にもたくさん写ってたよね。今も一緒に活動してるよ。それ以外にも打ち上げしたり遊びに行ったり。そうそう、この間もみんなで年越しパーティーして。みずき、嘘、すっごい偶然。今ちょうど二人の話してたんだよ。え？ってことはもしかして？うん、一緒にサークルやってる奏と真冬。あ、私は。真冬、気を使わなくて大丈夫だよ。僕のお姉ちゃんだからさ、いつものままで。そうなんだ、分かった。サークルで作曲を担当している由井咲奏です。朝日奈真冬です。よろしくお願いします。秋山優希です。こちらこそよろしくね。嬉しいなぁ。瑞希がみんなのこと話してたからずっと会ってみたいなって思ってたんだ。そうなんですね。私たちも瑞希から話を聞いていたので会えて嬉しいです。そういえば、奏たちはどうしてここにいるの？初売りじゃないよね。食べ物とか日用品を買いに来たんだ。家の近くのスーパーでもよかったんだけど、少し遠出した方が運動になるし息抜きもできるかなって。お、じゃあ息抜きにちょっと出かけてみるといいんじゃない？引きこもってると健康にも良くないしさ。健康、確かに最近寒くてあんまり外に出てないし、散歩とかしてみようかな。奏、真冬のことを気遣って外に連れ出したのかな。せっかくのお正月なのにいろいろ悩んじゃうのは辛いもんね。僕にも何かできないかな。真冬の心がちょっとでも軽くなるような何か。あ、
お、小物はシュシュだ。色は紫で大人っぽい感じだけど、フリルがついてて可愛い。これ、真冬に似合いそう。今度つけてみてってお願いしてみよっと。そういえばさ、今日初売りですっごくいいものゲットしちゃったんだよね。いいもの？そう、じゃーん。このシュシュ、真冬にすっごく似合いそうじゃない？そう。あ、でもわかるな。色合いも大人っぽいし、真冬がつけたらいつもとちょっと雰囲気が変わりそうだね。私もいいと思う。そうなんだ。ってことで、よかったらもらってくれない？フリル控えめだから普段使いもできると思うし。でもそれ、自分のために買ったんじゃないの？大丈夫、福袋に入ってたやつだから。見た瞬間、真冬に似合いそうだな、つけてほしいなって思ったんだよね。それに可愛くおしゃれしたら気分もちょっと変わるかもしれないからさ。あ、好みじゃないとかなら全然いいんだけど。わかった。じゃあ、ありがとう。どういたしまして。早く真冬がつけてるとこ見たいな。あ、僕がヘアアレンジしてあげよっか。それはいい。なんで？させてよ。よかったね、みずき。かなでちゃん、まふゆちゃん、これからもみずきをよろしくね。あ、はい、こちらこそ。ちょっとお姉ちゃん、恥ずかしいって。奏で困っちゃってるじゃん。やっぱ姉として言っておかないとって思って。そういうのいいよ、もう。